こうして最高の船大工と最高の木材が揃い、エヴァンたちの船作りが始まった。よっそうろの船大工たちは久々の大仕事だとひときわ気合を入れて作業を続けていく。そしてどんな荒波にも決して負けることのない最高の船が完成へと近づいていった。ありがとう。よし。Thank you.
よし。はあ。お前のような冴えない男になぜ民の人気が集まっているのだ。女王はセシリウスがいなければ何もできるとまで言われているそうではないか。この王国の繁栄は女王陛下のお力によるもの。それはこのセシリウス誰よりも分かっております。しかしながらそのことが民は愚か他の国々にまで知れ渡る事態となればどうなると思われますか。ほう、どうなるというのだ。陛下のお命を狙う不届きな輩が出てくることでございましょう。それが政治というものにございます。これは女王よりも先に目障りな男を狙うべきだと思わせておく策にございます。お前は私の身代わりとなり命を捧げる覚悟があると申すか。私ごときが陛下の身代わりとなれるはずもございませぬが、私の命によって陛下のお命を一秒でも長らえることができるのならば、私の、いえ我が一族の生きた証となりましょう。セシリは冴えない男であるが面白き男じゃの。もったいなきお言葉。なんじゃ。は、うん、おい、
頼んだぞい。つば九郎じゃ。また来るんじゃぞ。おや？やあ。ああ。お。
やあ。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうよ。ありがとうな。あのさ、ねえ、ほな、テイクワン、行きます。よーい、アクション。なんだあれ。まさか結婚式。サーティなに、エヴァン。エヴァン、ほら早く行って。演技だから、演技。僕は、もう限界なんだ。たとえ、声が禁じられていても、君への思いをもうこらえきれないんだ。うんうん、その調子。僕と結婚してください。ねえ、あれってもしかしてプロポーズ？おいおい、マジかよ。セシリウス様に知れたら1年の禁錮刑じゃ済まないぞ。おお、みんな見てる見てる。最後まで演技に集中せんかい。シャーティ、指輪を受け取る。ニコッと笑ってオッケーするんや。ほら、エヴァン、次のセリフ。君のことを幸せにします。声が裏返っとる。演説の時みたいに堂々とせんかい。よし、ここまで来たらもう一押しや。抱きしめてチューするんや、チュー。なに？そらダメだ。まだ嫁入り前の娘だぞ。そこの二人、恋愛罪の現行犯で身柄を確保する。来たな。お前たちが共犯なのも女王の目で全て分かっている。おとなしく。うん、よっしゃ。あの、ええ、やった。なあ、はい、あ、いえ。
ああ、恐れながら。ふん。は。うん。あの。あら、